やっぱしないわけにはいかんっしょ、うん、よし、今日は何をしますか。今日はね、3人今日いるわけだから、はい、ね、この仮面ライダーを引いて一番強いやつを引いた方が勝ちっていうことでしょ。よっしゃ、いきます。団長から、はい、お、みんなボタン違うとこ押すんだね。一応すごい。よし、よし、いっせーの、せっ、ちょっと待って、下半身、待って、絶対俺が一番弱いじゃん。え、これは何。これはあれですね、仮面ライダーゼクロス。ゼクロスですね。あの上半、下半身がちゃんと、あ、ごめんごめんごめん、まあまあって言われた。ゼクロス、あ、ゼクロス、お、ライダーマン、ライダーマン、ライダーマンじゃん。で、俺がなんか怪人ですね。怪人、ショッカーの怪人、ショッカーの怪人ですね。これ、あ、ゼクロスかな。ゼクロスですね。ゼクロスが強い。どうして、どうしてなの。何言ってる、ゼクロス強いじゃん。ライダーマンはあの顔が出てるライダーの人ね。そうそう、うん、彼はあんまりこの改造人間的なもんじゃないから、はあ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 、ある意味パワードスーツに近いから。うん、なるほどなるほどなるほど、アタッチメントだから、うん、じゃあこの人が能力値的には上で、圧倒的に上ですね。ボッコボコですね、はい、私。おー、なるほど。だってこっちは怪人だしね、あのやられ役だからさ。このやろう。またこいつも IWGP みたいなベルトついてるね。ショッカーのマークだよ。IWGP 別名、これあの忍者ライダーですね。へえ、ここの足のとこから手裏剣みたいなのが飛んできます。手裏剣が。で、本当はこれ雑誌で掲載される予定だったんですよね。うんうん、それがその、スタイダーかわいそうだろってことで、10号ライダーってことで特番が作られました。へえ、これは10号扱いなのね。へえ、そうなんだ。やった。全集号じゃないけど。全集号。ファンファン勝利じゃん。何にも知らないくせに勝利した。イエーイ。というわけでね、オンのモール前、佐世保ちちょさんの自販機ガチャバトルでした。ちょっと待って、ヒロ君からリスナープレゼント、ラジオオタク惑星のプレゼント提供で、これを読者プレゼントにしてください。うわ、ありがとうございます。いただきました。これね、ラジオのリスナープレゼントで何かしらのクイズの時とかに当たりますから、皆さん楽しみにしてください。タカ、トラ、バッタ、タトバ、タトバ、タトバ。あ、これもあるよ、はい、何今の。これ変身音だよ、これ。あ、なるほどね、変身音ですね。変身音です。